オリスト YouTube。 さあ始まりました、オリスト YouTube。 本日のお相手はボーカル担当の方々、ギターキーボードボーカル担当の中島です。はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。今日は何でしょうか、中島さん。僕ら八女市にね、あよ根付いてというか、根付いて八女市黒木町出身の5人組バンドなんですけども、ね、はい、八女市って福岡県なんですよ、うん、福岡県といえば食べ物なんでしょうか。八女茶。いや、それやめんで、じゃあ飲み物やしね。食べ物って言ったけども、まあ、やめちゃんもね、食べますけどね。はいはい、もつ鍋とかラーメンとかね。あ、そう、もつ鍋ラーメンありますけども。はいはいはい、伝え、あ、つって、なんか、伝えとかね。どういうこと、どう聞いてるのか、わからないんですけども、今回イベントに参加させていただくことになりまして、うん、そのイベント、はい。FBS 開局50周年記念明太ワイドコラボ企画超カレーグランプリー。よっしゃー。一言言っていいですか、はい、長い、ね、タイトルがいいじゃん。それだけ思いの詰まったイベントなんですよ。 FBS 開局50周年記念、ね、しかも明太ワイドとコラボ。そうなんです。すごくない？しかも超カレーってすごくない？はい、まず日時から言いますと、2019年4月26日金曜日から5月6日月曜日までとなっておりまして、はい、場所は福岡市の舞鶴公園西広場野外特設会場となっております、うん、で気になると思うのが、うん、カレーグランプリって何っていう、ね、まあ、確かに超カレーグランプリなんですけども、はい、食の激戦区博多の地に新たなるカレー文化を根付かせるべく、うん、全国から実力派のカレー店が集結するイベントと。だって福岡でカレー店って、まあ、うん、そのラーメンもつ鍋みたいに強くはないのかな、ね、水炊きとかね、そっちのイメージがあるけども、スタヤは水炊き、そう、どう間違えた、スタヤと水炊き。あの水炊きを入れると確しか合ってないけど、水炊きを入れると、ね、カレー店が全国から集結するんですよ、もちろん、うんうん、地元福岡の美味しいカレー店も出店されるということで、うんうん、で会場では来場者によるナンバーワンカレーを決定するっていう投票はもちろんありますが、そうか、グランプリやけんね。それだけでなく、うん、福岡を代表する FBS の人気番組明太ワイドとの連動企画で、人気芸人や有名タレントも続々登場の予定となってます。すごい、ね、すごい、誰が出るんよ。そうなんですよ、誰が出るのか。芸人さん、芸人さんたくさん出らっしゃるんですけども、うん、出らっしゃる。4月26日金曜日がひょっこりはんさん。ひょっこりはん、 OK、 OK、 OK。で4月27日土曜日がサンシャイン池崎。ジャスティス。準備が早かった。4月29日月曜日がコロコロチキチキペッパーズさん。なんけなんけ。いや、やっべえな。やっべえぞ。それは、それの振り付け。ファッションやらさんやったね、絶対。ファッションやらさんじゃない。出ないですけど。そして4月30日が甘子インターさん。聖子さん。いや、聖子さんだけではないですよ。ピンで来られるわけじゃないですけど。そして5月1日が頑張れるやさん。うん、いや、あのカレーたちだって一発芸とかじゃない。違う違う、なんかちょこちょこファッションやらさん出てくるんだよ。大丈夫です。止まった時のやらさんやん。頑張れる、頑張れるやさんね、はい。そして5月2日がチョコレートプラネット。そろりそろり。それも片方だけ、長田さんのだけね。どんだけ、さっき TT もね、やってますけどね。そして5月3日。TT やな。そこかぶせてくるとこすごいね。そして5月3日がガリットチュウさんとサバネリさん。うん、あ、分かる分かる。ブラジルの人、聞こえますか？いや、あの、ガリットシューさんですけどね、やってください。あの、腕相撲強い方も。腕相撲も強いですけど、あの、船越英一郎さんのね、モノマネとかでされますけれども。そして5月4日がアインシュタインさん。はい、そして5月6日、M1 チャンピオンですよ。モンスタイルさんと。すごいね、ものすごい豪華メンバー、うん。こんな豪華メンバーのイベントに我々オリストも出させていただくと。この面々の中に。はい。すごくない？もちろん、あの、お笑い枠ではないと思うんですけども、いろんな、相当滑るけど。音楽とかも繰り広げられると思うんですが、この明太ワイドお笑いステージは会場より明太ワイド生中継の予定となってますので、うん、テレビでも見ていただけるということです。すごくない？テレビでも見るんやね。で、僕らはもちろんお笑いステージの中ではないと思うんですけども、我々、オリスト、4月30日火曜日、13時から30分のステージを予定しておりますので、ぜひ応援に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。すごい。それでは最後、加藤亮君から一言お願いします。4月30日は何ですか？何？誰やったっけ？誰が来るんだっけ？アマコインターさんですね。ぜひ見に来てください。僕たちは見に来なくてもいい。アマコインターさんを見に来てください。言って、なんか言って。まあ、フォローして俺の9割9分僕が喋ってみたいな。確かに、うん、まあまあそうですね。カレーでほてったあの口の中を冷ましに行きますので、皆さん楽しみに来てください。閉めて、誰かちゃんと閉めて、誰か、誰か。ということで、以上 STYouTube でした。それではまた。